始まってんじゃないこれ。もう始まってるパターン。うわあ、始まった。始まり。はい。はい。じゃあ始まりました。やったね。自転車大好き通勤ホスト。いやあ。これあ本当だ。ちょっと一テンポ遅れてんだね。遅れてるね。あ、そうだ。ワンテンポ。88888が何か気になる。そうそうそう。誰も眠くないわ。誰も寝てない。いやこれ俺のことかもしれない。眠くねえよ。いやとりあえずね始まったんで、はい、自転車にまつわる話をちょっとしていこうかな。はい。はい。してほしいな。もうしちゃうの？もうしちゃうの？もうしちゃう。だってなんか喋んねえの。喋んねえ。もうやっちゃいます。いやチャッピーから。ありがとう。誰？誰？これ拾うよ。パチパチパチ。なるほどね。パチパチ。すごいすごい。すごい。まあ誰か誰かが見てくれてる。俺もよかったよかった。よかった。そうですね。よかったよかった。はい。髪切りました。すみません。誰かと思ったらちょっとね。はい。行こう。行こうか。そうそう。とりあえずチャリ乗ります。乗ります。自転車。とりあえず乗車します。チャリ乗る乗って配信したかったですね。乗りながら。そんなねスペースないけども。はい。はい。じゃあ始まります。わ、おい誰だ小さく。誰だ小さく。嬉しいじゃん。嬉しいじゃん。五分ぐらいそれで会話したよね。5分ぐらいは。そうですね。あ、サドル盗まれた。わ、かわいそうに。チュンのことだ。俺のことだね。え、盗まれたのか。すごいね。汗かいちゃう。サドル盗まれたっていうか、俺はサドルを交換されたんだけどね。ああ、いいやつ。自転車ごと盗まれて、サドルは変えられて、防犯登録のシール剥がされて帰ってきたから。ああ、もうラッキーラッキー。元に戻れないんだね。盗まれたタイプね。そうっす、盗まれたタイプ。それはやっちゃいけない。穴開いてたの、そのサドルが。盗み返してやれ。盗み返してやれ。誰か知らない。目には目をだよ。そう。そうですね。チャリは天下の。回り物じゃない。ではない。大津かっこいいって。ありがとう。あ、やっぱり。お前か。結構かっこいい。なんだ、ナーサク。なんだ、ナーサク。な、ナーサク。嬉しいね、これ。いやー、なんか、肌白く見えますね。うん。いいよ、ちょっと、ちゃんと喋ろ。あ、そうっす。喋りましょう。生なんで、ちょっと緊張してるし。相当緊張してる。ちょっと、初めてなんで、ちょっと多めに見てください。はい。初めてですもんね。あんま文句言わないでね。じゃあね、MC でよろしく。はい。始まってんだって。とっくに。で、自転車乗ってる人。はい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 。じゃあ、たまに乗ってる人。はい。はい。あ、たまにだね。なんで全部あげない？全部あげない？だって俺結構最近タクシーの方が多くなって。ああ、でもそれわかりますね。ああ、出た出た。だってこの時期になると結構暑いじゃないですか。暑い。そう。で、暑いからもう汗かきたくないじゃん。特にこの、ね、スーツタイプ。あらら。このタイプ。ぺったりしますね。もっと色味欲しかったよ。いやもう自分も思いました。席順間違えたね。間違えました。しかもさっきなんかで一瞬だけ言って俺めっちゃ気合入ってるって書かれたんだけど。2番目まで普通だから。こっちこっちこっち。あ、こっちか。そうっすね。右から2番目 SMG はサブマネージャーっすね。え、サドル盗まれた。サドル盗まれたマネージャーじゃない。でも知らない。熱い熱い。 SM サドル恥ずかしい。これ恥ずかしい。 M じゃない。いや、暑い、汗かいてる。サブかれますよ。汗かいてる。汗かいてるって誰か書いてる。汗かいてる。そろそろサブ取ってほしいんですけど。まあまあまあ、それより今ね。聞いてもらしいけど、ごめんよ。汗かいてた。やばいやばいやばい。サドもマドもがっつり。あばや。うまいわ、すごい。すごい。クオリティ高いよ。こういうので全部決められるとか。そうだね。もうそろそろね、やめよう、俺も。やめよう、じゃあチャリの話しようよ。そうですか。そうですね。乗ってきてよ。たまに乗ってる人が、俺で。で、タクシー乗っちゃうのもあるじゃんっていう話で、で、暑いじゃんって話が。で、どんな感じ？どんな感じ？どんな感じ？で、チャリ乗ってるでしょ？はい、乗ってますよね。あの、チェーンが錆びてるやつやばくないですか？あ、錆びるよね。ジャリジャリ。音もやばい。雨でね。そう。いや、そうなんですよね。基本的にやっぱホストクラブの外に置くじゃん、チャリ。はい。クーラー下げました。ありがとうございます。ありがとうございます。汗が、汗が。俺、本当に苦手なんだよ、マジで。いや、じゃあ俺、本当に暑いから。俺、苦手なんだよ。はい、そうそうそう。だから、そう、あれがないから、屋根が。雨降ったら、錆びるじゃん。錆びる。錆びて、そう、ギコギコなるじゃん。なるね。まあ、そうですね。俺、最近、100均で、錆び取るやつ買ったんですよ。あ、すごい。あ、いい。で、それ塗ってブラシでこすんないといけないんですけど、こすんないでそのまま放置して。こすらないでいいんじゃない？雨で流れるかなって思ったんですけど、全然流れずそこだけ変色してます。なんでそこだけワイルド感出してる？強いじゃん、それ。ほら、
こすってって書いてくれてるじゃん。こするやつちょうだい。普通にいいの。あ、塗りたくればいいらしい。油塗りたければいい。556ってやつ、556。将棋やってそう。やってない。大手じゃないでしょ。いっぱいいっぱいでも、本当に。メガネ外したら印象変わる。メガネ変わりますね。字読めなくなっちゃうからさ。そう、自転車あるある。ああ、もう自転車ある。待って待って、みんな、リク。はい。頼む。うん、どうなん、自転車の。おっぱい。いや今来たから。言いたくて言いたくて、これをクレスとかで書いてる。はい、いいよ、とりあえず。あ、そのチャリのやつ。そうですね、あのパンク。いいからいいから、はい、喋らせてたらダメだろ。そうですね、あのタイヤ、出勤時にタイヤちょっと空気抜けてたなって思った時のあの太もも感。あー、わかる。重たいよね、チャリ。そうなんですよね。歩きの方がまだ楽だぞみたいな。重たい時ある、坂道とか。そうなんだね。そういう時どこ行くの？そういう時やっぱドンキ。ただね、待って待って、ドンキホーテ使ってる人、空気入れ。はいはい。やっぱドンキホーテすごいだね。え、で、一時さ、ドンキさ、あの自動の空気入れな時はしてる。え、あの、スーってやるやつ。でも昼の時間帯してる。そう、でもほんとすぐだけ。もう今ないんだけど、多分同じ境界をしてる人いる。ほら、ドンキないプレスタにいる。でも急にケチになったの。自動になったのにまた手動になったの。電気代のあれだ、入り口側の方に。そうそう、入り口側の方に。そうそう。ちなみに今歌舞伎町ね、チャリ持って帰っていくらなのって3000円です。3000円。え、3000円。チャリ持って帰ったら、あ、持って帰れたら、もう持って帰ったら取りに行くのに。あれって警察署に行くんすか？いや、なんか運ばれたらなんかハガキが届くね。ありますね。年賀状全部ないっすね。チャピチャリで、チャリ。でも過去に、俺そのまま喋っちゃっていい？いや、あのさ、あのなんだっけ、持ってかれちゃう時あるじゃん。で、大久保ら辺ってすごい激アツストリートで早いのね、持ってくのが。あ、早いんすね。はいはいはい。で、その時に俺一回トラックに乗っけられちゃったんだけど、追いかけて、なんていうの、返してくださいって謝ってもらったことがあるんだよね。返してもらったお金かかんないで。で、ホストやってるから多分うまくいったんだよ。トークで。ああ、そういうトーク力。トーク力。あ、撤去されるのも目の前にしてたんだよ。そう、社長らしくない。正解だけど。熱いんだよ。3000円払えよみたいな。そうそうそう。今日はそういうことですね。いやいや、そうそう。でも、なんか持ち始めた。なんか持ち始めたって書いてありますよね。え、書いてるよ。あと何分？いない、いない、いない、気になっちゃいます。いない、いない、3年浮いたよ。気になっちゃいます。でも結局いろんなところでお金使ってますからね。そうそうそう。だってチャリのいいとこってタクシーと違っていいのは、あと23分ね。はい、ありがとうございます。いいとこはどこにでも寄れちゃうこと。だから新しい発見がある。あー、そうっすね。誤解屋さんがないといけないとこは通ったことないと。めんどくさくなっちゃって。そう、それマジでいいよ。え、そんな、俺最近ハマったのケバブなの。ああ、ケバブ。あ、区役所通りの。いや、違う違う。あの大久保の裏の方っていう、ちょっと大久保トークになっちゃうんだけど。このケバブのちょっとおじさんはあれなの、買うと500円なんだけど、1個買うとオレンジジュースかコーラをくれる。ほら、ケバブ美味しい。ほら美味しい。あれも飲酒ないだろ。確かに。そうですよね、飲酒。そうだよ。そうだから、そうだから俺チャリ乗ってない。だからたまにやん。キャシャン時ぐらいで。いや、でもさあ、そこは隠さないとダメだね。そうっすね。捕まるね、俺これやって。じゃあ、これやっちゃいけない企画っすよ。あれ、だって営業後、ね、乗ったら見ながら。ケバブホスト。ケバブホスト。ケバブホスト。そんなっぽいかな。じゃあ、社長帰ってもらっていいですか？いやいや、違うからもう。汗かいちゃうし。社長帰んないで。大久保社長って俺、三浦安子だよ。俺は三浦安子だよ。大久保探してんの、こんなに。ほんと似てますね、これ三浦安子。ね、ちょっとね。あ、でも小町。小町。いや、違います。今日は自転車ホストなんで、ちゃんと自転車の話を。自転車の話を。ごめんごめん、俺がそらした。三浦似てるじゃねえよ。じゃあ俺行っていい？いいよ、いいよ。はい、行きましょう。ちょっと考えてきたから。あ、お願いします。あのね、みんな利き手あるじゃないですか。はい、やっぱり左とか右利きとかね。俺も右利きなんだけど。じゃあ俺は右。みんな右。俺は右。じゃあ、まあいいですけど、それは。その利き手は自転車にもあるんですよ、だから。お。あ、わかる。俺だったら片手運転、片手運転、片手とかは、これもいけないやつだね。いいじゃないですか。いや、良くない。これいけないやつだね。こうやって刺しながらこうやってやるじゃないですか。だけど
左がブレーキが壊れてるやつっていっぱいいると思うんですよ、多分。俺、自転車さんに聞きに行ったら、それ直せないんだって、うん、絶対、うん、自転車変えないと。うん、だから、もう、僕はもう、行きが坂道なんですけど、左、うんうん、乗ってる時こうやってると、坂道ね、だからキッキッキッキになるから、うん、利き手じゃない方で傘を持つじゃないですか。うんうんうん、そしたら、プラ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 なって、いる。危ないやつ、いる。危ないですよ、本当に。うん、やっぱ、坂のこっち、上上り下り、あ、下りだ、下りだから本当にブレーキが効かない、ほら危ない言われてるよ、朝危ないから重いしね、そうだからカーブ感自転車変えた方がいい、もうキンキンになったら、うん、傘持ちながらケバブじゃない、チャリね、チャリチャリ持てねえじゃんもう普通に歩きの、はい、うん、意外と早いぞ田中さん、ケバブの話どうぞやっぱりケバブあのオリジナルソースが一番美味しいオリジナルソース、その俺が行く大久保はダブルソース、はい、ダブルが一番美味しいです、だからケバブの話、ごめんごめんごめん、ケバブの話はケバブの話、はい、ごめんごめんごめん、それすぎだよごめんごめん、でもある聞きてある、俺も左手、はい、左手、うん、ね、うん、だけどキキになります、キキはなるね、キキなりますよね、なる、あれキキになるの、うん、その時は不便かもしれないですけど、話さない、何俺何も言ってないの、俺は受付じゃねえわおこちんちん7億がおこだから普通に、あ、すいません、それはこういう企画なんで、はい、そうそうそう、でもうちの店長が言ったんですけど、うちの店長も左キーキーになるんですけど、うん、はい、あのそのキーキーはあのチリンチリンこれとの代わりができる、うん、はい、ああ、ある、一応やるね、ああ、いい、あれっすよ、あの歩道のところはチリンチリン鳴らしちゃいけないんですよ、あ、俺怒られたことある、そう、怒られるんですよ普通に、俺本当に警察に追いかけられたことあるもん、それで鳴らしてあの歩道、うん、歩道者の人抜いたら、その歩道者の人が文句言ってて、そしたら警察の人に、はい、あの、なんだろう、あの気をつけてくださいねって、いいじゃん、緊張してんだよ俺は緊張してんだ、この野郎、メガネ投げるぞ、この野郎、自転車乗ってる時にさ、ダメだよ、いけないことばっかしてる、飲酒運転に、傘差し運転に、あと、一番多いの、携帯ね、携帯、携帯、そう、携帯もやりがちじゃないですか、だから俺はタクシー、はい、理不尽じゃない、でも結構、いや理不尽だけど、ね、でカッパ、カッパかぶれってこと、そうだよ、そうだよ、ヘアメイク崩して、ヘアメイク崩してカッパかぶって出勤しちゃったからそうそう、じゃあチャリの通勤やめるわ、いやいやいや、俺たちは自転車の良さを伝えなきゃいけないんだけど、そうですね、うん、でもツバメさんは、はい、そうですね、こう持ってケバブ食べながら、ケバブなんで食べんだよ、だからケバブ静か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 やっぱ見てるっすね、タクラのケバブホスト、じゃあ僕真面目ホスト、真面目ホスト、真面目ホスト、汚いホスト、汚いホスト、ホストお前なんだよ、喋んない、一番ダメだよ、タクラ遅れてるよ、タクラ遅れてる、ここの距離感、ここの距離感ちょっと痛いここめっちゃ空いてる、じゃあ、熱いんだよ、俺がよ、会場、はい、ちょっと俺も押してよ、見切れたい、うん、いや、もう、喉、ごめん、押せなかった、ごめんね、俺そうですねほら、すげえ遅れてくんだね、これね、あ、まあいいや、さくら、ちょっと喋りなよ、いや、あれの、その、ちょっと危ないちょっと話なんですけどその、チリンチリン鳴らす、うん、歩道で、うん、ちょっと鳴らすときに、うん、人選ぶ、ちょっと選ぶね、ああ、選ぶ、ちょっと選ぶ、なんかちょっと選ぶね、ここにサポーター巻いてる人いたら、ね、絶対俺シャドウに逃げますもん逃げる逃げますもん、シャドウだから、ほらでもさ、ホストでもたまにいるじゃん、こうサポーターしてるの、あれかっこいいと思ってんのかな、はい、俺はすごい反対派なんだ、はいはい、思ってんじゃないですか、実際それで逃げていいのかっていう感じになるじゃないですか、いやでも逃げよ、ポケモンでもサイクリングロード絶対自分ちゃんと目の前通ります、ね、うん、ほらポケモンホストになっちゃうポケモンホスト新しいネタ提供するんじゃねえよ、うん、でもそうそう坂道ね気持ちいいもんね、はい、サイクリングロード、ね、何もしなくても勝手に行っちゃいますから、今ゲップ出ちゃった聞こえるようにやってくるほらもうポケモンホストリックって書いてあるもん、あでもいいねいいねでないのいや本当に自転車好きなのって書かれてる、いや大好き、自転車、いや別に自転車好きじゃないですじゃあ自転車が通勤、ホストの、 あの自転車の通勤の話やめます、うん、まずあの高校の時とか、うん、あーいいね、中学の時とかの、まあ、自転車ホストみたいな、あー、はいはい、それに今の話じゃなくてもいいじゃないですか、そうだね、うん、俺あの地元があの東京の右側の千葉のギリギリなんですけど、うんうん、まあ、ディズニーランドまでチャリで行ったことある、あ、すごい、それ、うん、いいね、俺いいね、行けるある、あるね、いいあんの？ディズニーランド駐輪場。高速ある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 でしょ。全然ある。すごいね。全然ある。ディズニーランドすごいね。それ
いいよ。俺で言う八景島でしょ。俺も中学の時八景島チャリで行ってたから。ええ、羨ましい。やっぱ地元民は行くよね。そういうのないですけど。ここボーリング場に行ったぐらいですか。ボーリング場。じゃあなんか月曜から夜更かしのやつ。なんかチャリめっちゃ乗る。あの人こそ自転車大好きだから。いやもう。確かに15分経過。あ、でも意外と早い。早い。あと半分だ。延長して。自転車夏でもやっぱ涼しいじゃないですか。まあね。でもいやそうなんですよ。でも止まった瞬間のあの暑さはやばい。あれ消したいくないですか。車の横にいる時とか。そうなんですよ。でもあれができるだけ信号待ちもぐる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 止まりたくない。回ってたい。それは嘘でしょ。タクラが喋った。タクラが喋ったドン。いやいや、喋ったクララが立ったと思う。クララが立ったみたいな。羊も立ったみたいな。大塚、おい無理無理。大塚、ごめんね、お前だけじゃん。誰だ、うるさいわ。静かになった言われましたからね、自分は。社長なんか自転車あるある言ってなかった。俺、自転車あるあるは、やっぱサドルを上げることかな。ああ、あの同じ1台の自転車もサドルの高さで全然気分違うから。あ、こぎやすい。分かります。そう、その区役所通りって地味に坂じゃん、登るじゃん。あ、はい。あれ、なんつうの、サドル低いと立ちこぎしなきゃいけないんだけど、サドル高いと立ちこぎせずにシリウスまで行けるっていう。あ、いい。足が伸びるから。そう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 。やっぱだからサドルの高さはこのつま先の、はい、こういう感じ。ここがつくぐらい。ああ、はいはい。にしてみんな乗りましょう、チャリは。これこんな感じね。乗り込み結構大変じゃないですか。あ、そう。乗り込みが大変。だからおばちゃん乗りしたいんだけど、サドル高いからちょっとここ当たっちゃうんだよ。これあんま言えないところでしょ、ここは。さっきから真面目だよ。ここからもうサドルが結構なるとか言われてる。一応くすぐ匂い嗅いでって書いてある。あ、全然あの社長はまず臭くない。あ、全然平気。全然平気。でもちょっとこれ裏汚い感じするけど。全然裏は見せちゃダメ。あ、ごめんね、ごめんね。うん、そう。で、なんか書き出すな。何？そう、あの何書く？え？いいから。ドン、ケバブ。そういうとこだよ。そういうとこある。まあ、やらしといてやったらしょうがないから。俺なんか今日ですごいケバブっぽい感じ出ちゃう。初めて見た人。未だにケバブって流れてきますからね。どうし、参ったな。ケバブ買ってきたらテキーラ下げします。あ、いいね。それはケバブホストって言えばテキーラホストですもんね。そう、テキーラホストとケバブホストにもなろうかな。イチゴ味と、あれ、あと何でしたっけ。ラムネでしたっけ。ラムネタランチュラね。あら、これ見えないけど、多分映ってるからちゃんとね。そうなんですか、これ。うん。そういう制度ってこういうこともあるっすよね。ある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 。まあそうなんですよ。自転車はまあ乗ってたら、やっぱりあの壊れる時ってあるじゃん。限界が来るとき。危ない。壊れそうなんだよね、自転車。壊れそうなの。壊れそうな時、もしくは壊れた時どうするかっていうのね。ちょっといつも乗ろうかなって思って。でも壊れた後、バイバイあるよね、この小じ…なんだろう。ありますよ、店の中のバイバイ。ちなみに、さくらが乗ってる自転車は、俺が売ってるやつだもんね。はい、社長に。人から買って、それをバイバイするっていう。バイヤーみたいな。はい。つばめさんから1台もらったんですけど、ほらほら、やっぱ面白いやつね。全く乗ってないです。あの、なんで人の50倍こがないと進まないです。いや、壊れてるの。いや、僕が上げた時は壊れてなかったんですけど、多分陸に上げる前にもう一人上げて、その自転車を多分陸に行ったんです。あ、そういうことなんです。なんでそれが壊れてたんで、僕のせいじゃないです。これだったね。これもう謎がすべて。謎がすべて今画面消えててコメント全く見えてなくてごめんね。すいません。画面消えてました。パソコンいじったら動きました。はい。そういじってよかった。あ、パソコン電動自転車欲しいんですよ。あ、自転いいね。噛んじゃった。電動自転車。いるよね。欲しい。あ、もうあれ欲しい。あれなんだ。いいね。そう。でもあれも違反でしょ、だって。歩道走っちゃいけないじゃん、あのウィーンってやつ。原付みたいな。今車道を大体そう。大体走ってますね。なんかちょっと違うけどさ、キックボードの自動版もあるじゃん。あ、ありますね。電動自転車の電動。電動の感じがね。伝える道になったね。突っ込んでごめんね。多分わざとだけどね。でもあれ楽だからいいよ。あ、ツバメはいっぱい自転車乗りで。お前、俺のこと知ってんだろ、お前、本当に。本当にね。俺のこと知ってる人です。でもこれ、痩せなくていいって言ってんじゃん。なんで俺の痩せる話なの。最初のコメントでもらったんだけど、みんな顔が丸いって書いてある。確かに、ここダイエットしなきゃいけないホストっていう。いや、もうそうなんですよね。そう、俺も隠れるな。ケバブ持ってきたテキーラサル。ほんと、ほんと。結構いいっすね。なんかいいこと書いてくれますね。あ、ケバブ、ケバブ。ほんとです。ちっちゃめの。書いてくれます、ほんとに。ほんと。そうですね、全然。もう全然。
だけど俺電動自転車に戻していい？ええよ、いいよ。電動自転車って、はい、坂道は僕の方が勝てる、はい、どういうこと？だから重いから電動自転車、下りでしょ、下りのやつ、坂道の下りのところ上りは勝てないですけど、坂道はの下りは勝てるんで、はい、でもさ、下りはさ、電動いらなくない？重みがあるから。まあ、だから、いらない、いらない、いらないから、だけど重いから、電動じゃない方が勝てるじゃないですか。うん、だから、うん、すごいだろっていう話なんですけど。でもほら、見て、重み。重み。で、いっぱいにいた。もっと太れって書いてますから、ね、もっと、もっと太ってって書いてます。もっと太ったら誰か分かったから思う。大体ね。大体、大体見てれば分かる。大体分かる。大体ね、大体。さくら、指名してもらえないよ、マジで。だから指名したい。いや、もうぜひ。俺の時に今のうち。嬉しい、ね。ありがとう、もう。いや、もう今日来たらなんかしてあげて。はい、今日来たら本当になんかもう。何？何でも、アフターしましょう。自転車、自転車二欠でいいじゃん。いや、自転車二欠しましょう、じゃあ。せっかくなんで。でもそれも違反だからね。いや、もうそこは今日は違反も関係ないと。でもやっぱ新宿厳しい。うん。厳しい。俺もう何度止められたことか。いや、警察いますもんね、夜中はちょうど。多い多い。すごいっすよね、あの明治通りらへんとか。すごいよ、本当に。お滝橋通りも半端ない。はい。でもあれ、誰かが捕まって、なんていうの、話しかけられたら、いけるから。はい。あ、そうそうそう。うまいことね。その時って、ちょっとスピード上げます、ね。そうそう、上げる上げる上げる。だから声かけられないように、サンって。逆の立場だと、おあいつも言ってんじゃねえか、あいつも天気ついてねえじゃねえかって、警察大体文句言っちゃうっていう。あ、ごめん、こういうの言っちゃいけない。さっき僕ら聞かれてたよ。俺、犯罪者じゃないよ。うん。僕、あれっすよ。知らない人と一緒に同時に一人のお巡りさんに止められたことあります。あ、すごい。どうやって止める？二人とも電気ついてない、僕もついてないんですけど、うん、電気ついてないから、うん、おお、電気ついてないから、すごいすごい、130、すごいすごい、ランキング意外と高い。今2013人中130位になりました。あ、ありがとうございます。結構上ですよね。あ、だから、だから普通だったら、うん、社長だったら、うん、今だったら誰かが止められてるから、うん、止められなかったじゃないですか、うん、2人が同時に並んで同時に信号待ちをしてたんですよ、うん、で電気ついてないじゃないですか、うん、で、はい、走るじゃないですか、うん、警察いるじゃないですか、2人止められるんですよ。どうで、何こうやって、いやいや、怖いみたいな、怖いみたいな、怖い、出川みたいな感じじゃん。で1人めっちゃキレてるんですよ、おっさんが、うん、おっさんだったら止められた方ね。で僕素直に聞いてて、うん、もう全然盗んでないから、うん、ほらじゃあさくら先にやられるからさくら喋れるじゃあ俺も今全く同じ内容の実体験をしたんで喋ろうと思ったら、うん、物の見事に持ってかれましたね、そのさんに。え、そうそれそれはないよ、尊敬の、いやいや、ほんとほんと尊敬の眼差し、はい、それとも、ガキんじゃねえよの眼差し。いや、もうガキんじゃねえよっていう眼差し。じゃあ言ってやるよ、さくら面白いこと言ってやるよ。いや、本当にはいはいとりあえずミノ飲み込んでから喋るよ。そう、結局あのチャリ壊れたりパンクしたりすると新しいの買っちゃうんですよ。まあ、でもそれ会いたくないじゃん、それ。いや、買ってその困ってる、あの子たちに寄付してあげて、うん、なんかいい人ぶる。ああ、なんだね、なんだね、確かに。結構確かにある。5、6台目ぐらい。1年に1台持たないから。うんうん、一時期、あの1週間に3回ぐらいあのやられたことは。何よ、パンクね。それ絶対やられてるよ。いや、ほんとに、うん、俺やばいと。でも新宿は多いよ。それ多い、かわいそうな、なんか狙われてんなって。狙われてるね。で、一番多い場所がパチンコ屋ね。ああ、あの、はい、負けて腹いせにやられるっていう、はいはいはい、そういう経験は僕も1週間2度あったからちょっとわかる。ちょっとムカついちゃうね、あれね。でもセット直した。いや、俺直した。なるほど。うん、逆にもう直せないであろうっていうタイヤのチャリしたから今。あ、すよね、社長なら。だから僕のタイヤすごい熱いんですよ今。おーおー、じゃあこだわりがあるんだよちゃんと。熱いのやりますよね。そうなんですよ。で、あとタイヤ白 白いで、なぜね、カゴがないチャリを選んでるか。あ、はい、歌舞伎町ゴミに入れられるんだよ。ああ、確かに。あ、まあ、そうで、あれをこう捨てるときに、あ、俺がポイ捨てしたって思われるのが嫌だから、じゃあカゴなきゃいいじゃんっていう。はいはいはい、はい、いい人ぶった。あと後ろもない。後ろもない。あの後ろ乗っけなくない。荷台もない。あ、キャスト後ろ乗っけなくないか。あのうちのねお店よくねシャシャってキサラギリョウってやつがいるんだけど、あいつがね後ろ乗ってくる乗ってくる。うん、だからもう絶対に乗せられないようにしてやったっていうね。生だから。そう、生はコメント頑張ったコメ拾ってって、コメ拾って、こっちもね。あ、じゃあもうちょっとなんか来たらいいよ、ざわざわでもいいから。じゃあ俺からずっと見てますね。うん、おい99位上がる上がる上がる。いいよいいよいいよ。
サンキュー。ヘッドール。いやでも上がるわ。あ、メンタルのとこあるもんね、自転車。いやそうなんですよね。暑い日でもどこまで行けるかメンタル。うん、ボスと一緒。結局はここが強くないと。で今が一番辛い時期ですから。そうだよ。自転車は。いや桜一発芸それじゃダメでしょ。いや。あ見切れてる。いや見切れてる。見切れてる。ちゃんとやってちゃんと。ダメじゃん。しかも本当に。見切れてるじゃん。見切れてる。わざわざちゃんと投資だ。結構時間経ってるよ盛り上がりすぎちゃう。あら。やっぱケバブの方がいいよね。うん。投げ。あユイと投げキス。ああ。両手で。いや自転車伝わりましたかねでも、うん、これ怖いよね。どうなんですかね。でもなんかちゃんと1個の話ちゃんとしてないよね。一個の話、はい、でもやっぱそうやってさ自転車って一つのワードからこんだけ話は広がるんだよ。そうですね、意外といけますね。何でもいけますよ。だやっぱ自転車すげえよ。結局はこっちですよ。うん、こっち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 、何でもできる。喋んないと。あと4分まで教えてくれたもん。あと4分。いやそうですね、あと4分なんですか。逆にもうなんか最初は緊張してたけど今帰りたくない。あ、で延長、延長ないのって。延長はない。延長ない。ない。残念。バッテン出てる。いつらさ、締め、締めじゃないなら締めはない。締めじゃない。でも最後ね。何チューか。もう締めチューしてって書いてる。締めチューはないでしょ。チューしてダメでしょ。いやごめん、本当誰かがさっきから謝れ謝れって書いてある。本当申し訳ない。何この謝罪会見。そんなニコ生で。ニコ生で放送するもんじゃないの。うちのリブがすいません。ナオキ、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 会社で見てます。ナオキ待ってるよ。ナオキが9時ぐらいね、9時。ナオキ場内、場内。場内。じゃあ俺も9時ぐらいに行こうかな。遅くないじゃん、このまま行きましょう。じゃあ俺お腹減ったもん、自転車になんかちょっと食べてさ。じゃあ僕、ケバブっすね。ケバブ、ケバブ、ケバブ。大久保まで戻ってケバブ食べてから。もうあれっすよね、完全に。自転車関係ない。関係なくなっちゃった。関係ない。もうそのまま行くんすね、これ。そのまま行きます。俺ケバブの話一回もしないし。あと3分なんだ。だから誰だよ、しつけどいっすよ。いやでも、需要はねえぞ、この野郎。やった方がいいっすよ、これ。俺、それはダメだ。みんな手振って、手は振る。まだ終わりじゃねえし。まだ終わりじゃない。早いでしょ。早っ。とりあえず振りますけどね、的な。サブマネージャーね。需要あるらしい。サドルマネージャー。社長の素顔が。ない。なんか需要あるよって言ってました。やだやだ。恥ずかしい。もうそろそろ終わっちゃうんで、もうとりあえずね。はい。どうします？これあれだ。最後に求人を。あ、じゃあ先にもう言っちゃおうか。あと3分ぐらいしよう。求人交えながらの話を。まあそうですね。まあこんなね感じで自転車通勤でね。はい。はい。今新しく寮ね。はい。あるんで寮借りたんで。寮でね、一緒に自転車ね、通勤したい人、はい、一緒に働きましょう。チャリ3名様までね、僕が一緒に選びに行きます。こっちだ、こっち、どうした、どうした。なんで、よかったら一緒に自転車の寮に出勤しましょう。はい、はい、そう、でもまだ時間が残ってるんでね。お腹触れない。1台いくらも買うんですか。いやでも俺と同じぐらい、これまたね、消えちゃったからね。あと1分半だから。1分半。あげちゃう、あげちゃう、自転車あげちゃうよ。いやでも、ケバブ、本当に。ケバブ、ケバブ、次回、ケバブ、今日だけ。初回来れる人、ケバブ、います？いないか。いないね。ケバブ、いいとも的なやつですか？そう。ケバブ食べ放題は俺作れねえ。ケバブのおじさん呼ばないといけない。でも俺、サービスだから。もう、もくもく、もくもく。チヂミだったら作ります。チヂミだったら作るよね。頑張って。そのおじさん、ケバブも今から作ろう。はい、チヂミは。はい。頑張って。あれ優しい、1分前まで教えてくれた。すごい優しい。生だからさ、いつ終わるのかがさ、ちょっと難しいよね。でもラストバイバイはちゃんとしたいですもんね。ケバブ指名したい。最後ね、ちゃんと時間が分かんないから、ちゃんと細かい数字が。でもちゃんとやってくれるって言ったら、あと1分以内なんで、もう本当に。いや、そうですね。はい。楽しかったですか？楽しかった。楽しかったですね。はい。じゃあ。
自転車ちゃんと乗ってる人、はい、いや、お前乗ってないでしょ。いや、自分歩き実は乗ってないよね、普通にね。残り30すいません、はい、手って、はい、まあ、本当にチャリ、チャリにしてね、締めいくらみんなで、うん、締め2000円締め料2000円、うん、そう、まあ、ケバブ持ってきたら締め料タダでいいよ。やったとおー、うん、やばい、やマジか。いや、締め料タダ、あ、うん、締め料タダ取るから、うん、じゃあはい、あと10秒、まあ、はい、はい、もう終わりだ、はい、出た、ありがとうございました、ありがとうございました、最後に。